レイクルーサン・ウィリアムテルエクスプレスは、スイス中央部の主要都市、ルゼルンとスイス南部の町、ルガーのまたは、ロカルノの間を湖船と列車で結ぶ、現地発着のパッケージである。ルゼルン・ルガーのまたは、ロカルノ間を、下季は毎日1本、内し2本、冬季は毎日1本運行している。スイス建国の父と呼ばれる、ウィリアムテルゆかりの地を通るため、 その名称が付けられている。ルゼルンからフリューレンまでの区間は、フィアワルとしてってこの湖船を運行させている、SGV 車、フリューレンからルガーのまたはロカルノまでの区間は、スイス連邦鉄道が受け持っている。パッケージには、蒸気外輪線一等の乗船券、船上レストランでのランチ、パノラマ車両の列車、一等乗車券、ウィリアムテイルエクスプレスの資料と記念品が含まれている。 湖船、列車ともに全線スイストラベルシステムのパスの有効範囲になるが、追加料金が必要になる。なお、ゴッタルドベーストンネルの開通に伴い、2017年より、ウィリアムテイルエクスプレスは新たに誕生した、ゴッタルドパノラマエクスプレスに引き継がれている。ありがとうございます。